写真見きました、ピッツァスライス。チーズとマッシュルームス、これがね僕の基本そうですね。いっぱいなってきたな一枚で俺ランチがあって、チーズともう一枚とソフトドリンクで1000円みたいのがあるんですよ。超安くないですか。で僕はこれ生ビール頼んでしまったのでランチセットではないんですけど、でも2枚と1枚ドリンクで1000円は安いっすよね。うん、久しぶりに来ました。うまいな。これうまい。うまいなマッシュルーム。ちょっとね
ガーリックが効いてるんですよ。ガーリックがね、いい感じ。思い出すな。いや、びっくりしたもんな。ニューヨーク行った時にピザっつってさ、なんか有名なピザ屋があるっつって教えてもらって行ったらさ、こんなでっけえスライスのピザ出てきて、やっぱ俺その時ピザ別に好きだったけど、そんなにじゃあね、いっぱい食べてたかっていうとそうでもないから、言ってみもうなんかピザーラとかの感覚で行ったんですよね、ピザ屋に。そしたらこんなでっかいの出てきて、で1枚3ドルとか3ドル4ドルとかで、うわーみたいな。で、なおかつ、なんだろう、生地がさ、生地が下の方サクサクで、サクッつって食べれるっていうピザが、うまっと思って、日本のピザと全然ちゃうっつって。うん、そうやって驚いた記憶があります。うまいけど早っぱやな。僕ね、ピザの耳残すやつあんまり、ピザの耳残すやつちょっと許せないですよね。いるじゃないですか、たまに。あれ、なんで残すんですか？ピザの耳。美味しいじゃん。耳も含めてのピザだと思うんですよ。あれ、なんで残るの？なんかよくわかんないですよ。味がとかつったってね、生地一緒なんだから味っていうことはなさそうだし、一番考えられるのは、
とお腹いっぱいになっちゃうからみたいな、耳で、それもよくわかんないですね。だってなんかそんなお腹いっぱいになっちゃうから腹に溜まるからってさ、なんか焼きそばパン買ってね、そんなもん焼きそばパン買ってね、腹いっぱいになっちゃうからちょっと焼きそば外しますみたいな、意味わかんないじゃないですか。そういう感覚と同じなんですよ、感覚として。いやそこも含めてのピザやんっていう。なんなんでしょうね。そうそう、じゃあケーキ食べるときにね、お腹いっぱいになっちゃうからちょっとスポンジのところだけ残すわとか、いやいやいやと、そこも含めてのケーキじゃないんですかって なるんですよって思っちゃいます僕は、じゃあな、寿司頼んでね、いやお腹いっぱいになっちゃうからちょっとシャリは食べませんなんつってね、上のさ魚だけこう食ってたら、いや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 と、それが寿司なんですとかっていうふうに思うんですよ。